枝豆かブロッコリー食べてる。なんかね、うまい、おいしい。ずっと食べれる、おいしいから。固まってる。あ、まめちゃんじゃんこれ。今思ったけど、まめちゃんじゃん。まめちゃん、まめちゃん今から食べます。あ、待って、あ、ねえマジで凍ってるんだけど。あー冷たい。いただきます。凍ってる、見てこの音。待って、うわ凍ってる音。ねえさ、みんな枝豆どうやって食べる派？なんかマイカちゃんとかはね、こうやってこうやって食べるんだって。そんな人見たことなかったからびっくりして。そしたらなおたんも、待って、めっちゃこれ凍ってる、見て、めっちゃ凍ってる。やばくないこれ。じゃあ行きたいと思います。なおたんもこうやって、え、これ丸ごといかんの、やばくない？え？って感じなの。だってもし虫ついてたらどうすんのって思っちゃうわけ、私は。だけど、え？行きます。虫ついてませんように。で、なんかちょっと怖いのついてるんで、ちょっと、うん、ちょっと一応取っといて。いただきます。やばい、行く行く。これこれ、もう氷なんだけど。食べれました。美味しかったです。続いてクロワッサンを食べていきたいと思います。マジでゆるゆる配信だよこれ。これね、私夜ご飯まだ食べてなくて、ちょっと食べさせてください。だけど時間がもったいないと思って、私もぐもぐ配信2回目なんです。これで、あの前回ゆで卵を突然食べ出したアホなんですけど、すごいなんかすごいよかったよって言ってくださったので、またもぐもぐ配信ということで、もぐもぐしてます。水飽きすぎちゃった。待って、今枝豆食べたら食べる気分じゃない。ちょっと半分ぐらい食べていきたいと思います。うまい、びっくりした、美味しい。クロワッサンめっちゃ久々に食べた。マジで何ヶ月ぶりぐらいに食べた気がする。うまい、びっくりした。パンと美味しいね、びっくりした、美味しいです。昔は毎朝食パンにバター塗って、それかピーナッツかいちごジャムのせて食べてたな。それか走りながら食パン食べて学校行ってた。懐かしすぎる。クロワッサンじゃなかったけど、ほんとにねやばかったもん。まあ、食パン食べながら走りながら学校まで2キロはないけど、1キロ以上みたいな距離だったんだけど、マジでね、毎朝もう家出る10分前に起きてたから、後半らへんは中3とかはもうずっと、もうだから15分ぐらいに着席、絶対着席なのに、もう13分とかに着くの学校に。もうだからもうダッシュでみたいな言ってた。やばいよね普通に。
笑うんだけどこんな食べてる。ちょっと隠れたい。これね、でねー、カミゴン隠してたの。ちょっとね、ダメかなって思って。初見、あやめちゃんありがとう。一口。うまっ。ごちそうさまでした。いただきます、言ってない。ごちそうさまでした、いただきます、ごちそうさまでしたということで、腹ごしらえができたということで、配信をしていきたいと思いますもうね、毎回だよ。私配信始めるまで10分間ぐらいなんかしてからなんだよね。今はもぐもぐしてからでしたね。待って、シゲキックス見つけた。シゲキックス、今からシゲキックスを食べていきたいと思います。でそれを食べても酸っぱい顔はしません、絶対。うわー辛そう。いただきます。あ、食べてないよ、食べてないよ。皆さんこんにちは、こんにちは、こんばんは。いっぱい星ありがとう、キラキラリン。あ、酸っぱいのなくなってきた。でもうん、おいしい。うん、終わりました、やっと。よく私ね、テスト期間の時にシゲキックスかめっちゃ辛いガムかミンティアか、うん、なんかそんなん食べてた。もう私いつも10時11時ぐらいに家に帰ってきて、お風呂入っちゃうと寝ちゃうから、お風呂入る前に勉強するんだけど、もう2時とか3時とか4時とかまでやっちゃったらもうね、お風呂入れないんよね。でもまあお風呂入っ朝オフライトしてたかも、わかんない、覚えてない。だから寝ちゃうから絶対先にお風呂入りなさいって言われるんだけど、無理じゃんそれは。お風呂入ったら寝ちゃうじゃん、もうお風呂入ったら寝るモードじゃん。だからそれは無理ってなってずっと反抗し続けてた。まあ今はしてないけどね、全然テストが全然ないので、そんなしてないんですけど、中学の時はマジで4時までやってたってやばくない？だって7時に起きるんだよ。3時間しか寝てないやん。でも本当にね、中学の時に、ね、今考えたらめっちゃ寝てる。今本当に寝てる。だってね、よしょ、だから別に偉くはないよ。だって夜3時までしてたとしても偉くないよ。だって3時間4時間しかしてないもん。そしたらみんなと絡わなくない？だから偉くないよ。ね、睡眠が大事ってことに気づいた。だから私レッスン
験中とか今までマジでもうたまになることがあったの、中学の時は。正直ね、レッスンの時マジで「やばいやばい」って時があったの。そりゃ寝てないからそりゃそうやんって思った今。そりゃそうやんって思って、でもしょうがないけどね、だって朝から行ってで毎日会ったから。待って、また事故発生しそう。シゲキックスのせい、ちょっと待って、大丈夫でした。ちょっと本当にやめてほしいので、本当にちゃんとして、本当に。だから夏美とかすごいなって思う今。今夏美はその状況なわけよ。だから夏美偉いよ、夏美偉いよ、夏美偉いよ、本当に夏美マジでマジで夏美偉いよ。絶対テストも頑張ってるじゃん、絶対偉いよ、本当に偉い、偉すぎる、偉すぎるよ。まだシュープレ見てないんだよね私、早く見たい。コキパパパパパパパ勉強したことない、ダメじゃん、ダメじゃん、勉強しないと待ってちょっとね、あのね、リップが薄すぎてちょっとねダメでした。あの食べたからしょうがないよね、ダメでは勉強しないと。私も勉強してないんですけどね、もう高校生では全然勉強してないんですけどね、中学生に比べたら。中学生の時はしてた、いやしてる時としてない時があったけど、高校生は全然してないね。ダメだね、しないとだよね。これは今は売ってないかも、なんかその時限定なんですよって言われて買っちゃったやつ。アホだよね。そう、これが第1号違う、あ待って、これミーニャにもらったやつ待って、今クッションにリップついた、やだー最悪最悪だよね。これミーニャにもらったやつだった、このアディクションのやつ、キョリンもらったの。じゃあ限定のやつは何だったんだ、限定なんですよって買ったやつがあったの、なんだっけ、忘れちゃった、忘れちゃったけど、てか私限定でとりあえずいつも買っちゃう、違う、今しか買えないかも、売り切れちゃいますよとか言われたら待って買っちゃうんですよ、だからダメだと思う本当に。とりあえずになります、待って、あやばい、あのねクロワッサンの食べかすがいる、待って、あ待って、危ない今、あ待って、あんた大丈夫かな、大丈夫かな、あ危ない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 、見てこの鏡を、あこんにちは、この鏡を今使おうとしたらさ全部そっち映るじゃん、あぶない、マジでこれ一生使わない、本当にダメ、マジで使いません、本当にダメだから今、本当にダメだから、危ない、このちっちゃい鏡でいきます、15分経過しました、特に何も話さず15分経過してしまいました、マジで食べかすやめてほしい本当に、また足がしびれる、足しびれる、ちょっと待って、よいしょ、ねえ聞いてほしい、私指原さんの YouTube 全部見てるんですけど、あの指原さんの毎日メイクでめっちゃ同じことしてたんですよ、本当に嬉しいと思ってね、あのこのここをちょっとこうやってやってたりとか、
あ、下手かも。分かんない。気持ちいいぐらい。気持ちいいぐらい。って言ってたりとか。にゃー、私ここ分かんないんだよね、ここ。あー！ちょっと笑っちゃうよねって話。あ、書き上げた、書き上げた。書きすぎました。あ、でも画面だと大丈夫だっていうやつはね、あんまできてないかも。まあいいや。大丈夫そう？大丈夫そう？あ、やばい、すぎすぎ。てかライトが明るい。ちょっとそう、嬉しいなと思っただけです。それだけの話です。これかな。明るい、明るいね。あー、びっくりしちゃった。ねえ、ちょっとそんな声出さないで。今まで私はこうやって配信してたんですけど、全然違うよね。照らした方がいいね。こんぐらいならいいかな。こんぐらいでいいかな。どっち？明るい、ちょっと。早く決めろっていう話です。見た、これでちょっとこれだと明るいもんね。ここがこうなっちゃって、これでいきまーす、ね、聞いてほしい。ちょっとね、見て、めっちゃぎっしじゃない？本当にね、びっくりしちゃう。あの、汗かいたんですよ今日。ちょっと急いでて、今日時間に追われた日だったんですよ今日。このショールームの時もあのマジでギリギリでやばいってなって、もうダッシュで、そうだったんですよね。でしかも今日の目的地、お仕事目的地着くまでマジでギリギリで本当にやばくて、充電が 10% しかない。まただよ、また充電しないと。だからね、マギッシュなのよねって。待って、これさ、ポーチにぶっ刺してるの、この充電器ちゃんを。この充電器ちゃんをさ、あれ映ってない、まあいいや。この刺してるからダメだ。あ、待って、ちょっと待って、もうちょっとこっちにしよう。待って、あ、無理だ。あ、どうしよう、どうしよう。あ、おっと、まあいいや。ちょっと一回ね、あ、無理だ、あ、やばい。なんか綺麗になった。あっき、あれ、あ、これね、メンバーのくしです。誰のこれ返せよって話。いや、誰、これ誰のかな、誰のだろう、ちょっとわかんない本当にわからない。めっちゃコンシーラーで汚れちゃってんだけど、何、本当に最悪なんだけど、何これ。みんなこうなっちゃうよね。なんで、ん、あ、誰、あ、そう、誰のだろう誰のだろうって普通に言ってるけど、マジで返してよって感じだよね。早く返せって感じだよね。絶対怒られるんだけど、そのメンバーに。どうしよう、塗りすぎ？まあいいや。マイカちゃんじゃないかな。違うね。誰だろう。
今日チーク塗ってるんですけど大丈夫この位置。私上に塗っちゃうと頬骨が出てるからダメだし、でも下下げても変じゃん。ここのウィーって入れたんですけど大丈夫、塗りすぎ。いや鏡では全然塗れてないんだけど、なんかライトに当てると、あこれ自然な、自然でした、これ自然だった。前髪が気に入らない。よし、またメンバーの借りよう。多分ファンの方はね、いや大丈夫だよ揃ってるよ大丈夫だからねって思ってるんだと思うんだけどね、ちょっと私ねちょっと気にしちゃうんですよね。だから今日イコタヤマずっとこう置いてて本当に申し訳ないです、本当にごめんなさい。キャちゃんの前髪理想、本当に私触覚誰かくださいって感じだ。私触覚が分かんなくて、私こうしたいんだよ本当は、こうやってなんかそれかこうやってしたいんだけど、なんかいまいちよく分かんなくて、まっすぐなのちょっとこっちの方がいい。ちょっとね今極端すぎ、こんぐらいか。それかこっち、あ何これ、何これ、本当に何これ、マジで何これ、ちょちょ何、ちょっと一旦さよなら。そしたらハゲちゃった、ハゲちゃった、まあいいや一瞬ね、さよなら、さよなら。ちょっとハゲてるから何も言えない。どっちがいいと思いますか、こっちか、こっち、多分こっちの方がいいよね。戻します、ハゲちゃうのでね。見てこことかさ、めっちゃなんか三角みたいな、私ここ三角三角見て見える、三角三角じゃあ丸だった、こうなってんのすごくない、こうなってんの見える、やばいよね。長い方だって、了解。あ普通にこのままこうすればいいのか、了解。ライブ中も全然前髪崩れてなくてすごい、あのケープでガン固めしてます。まずここだけ根元だけ固めてふーって待ってから持ち台ポーってかけてまーす。前髪セルフカット？あそうだよ、だからこんなガタガタなの。昨日えいって一発で切ったからちょっとねガタガタすぎるんだよね。もうここら辺何って感じ。前髪は巻いてるの？なんか今日はドラ汗かいてたからなんかドライヤーで乾かしてとりあえず、でそしてから軽くこうやってやっただけで巻いてはないかな、分かんない、ふーみたいなだけ。前髪巻くと似合わないんだよね私、だからそう待って、なんか変な線描いてあるんだけど、なんか最近ねアイラインがなくて、だからなんか茶色みたいなやつでやってるんだよね。これちょっとこ
怖い MC なんですけど、茶色オレンジの上から茶色描いてる。でもこのメイク結構好きかもしんない。キラキラでしょー、シピシピのやつ前も言ったけど、かわいいねー。待って、マジでね、あの崩れる、あ崩れるじゃない、しびれる、しびれちゃうよ。ちょっと枝豆もいこいただきます。カラコンしてるけど、ちょ今日ちっちゃめのやつ。うーんちょっとここがね、あの適当にちょっと二重のラインをちょっと長くするために、あの薄いやつやろうとしたらピンクのアイラインを間違って塗っちゃって、やばいって思って、見てやばくないこれは。ちょっと落ちないんですけど、落ちないからこれは見逃してもらって、ちょっとピンクっぽいやつでーす。これを押さえて味わる。ちょっとね、今日あんまりまつげ上がってないかも。上がってませんね。上げたいと思います今から。私のマスカラちゃんはどこ？マスカラじゃない、ビューラーちゃんはどこ？ビューラー、あいた。ビューラちゃんで上げていきたいと思います。バチバチのボッコボコにしていきたいと思います。私いつもね、マスカラするときに、マスカラじゃない、ビューラーするときはいつも横をこうやって向いてこうやってやるんですよ。そしたらカールが綺麗になる気がするから。まあなってないけどね、あんまりなってないけど。バッチボコ、バッチボコに上がりました。ちょっと上げすぎっていうか、ダマになってる。ダマじゃない、固まってる。私いつもまつげの癖が強くてね、こうやってこうなっちゃうの、クロスしちゃうの、まつげが。いやー残った。うーん、ほらクロスしちゃうの、ほらこことかくっついちゃうの。なんで、なんでだろう。ちょっとやだ、前髪やだ。やっぱまつげは消した方がいいね。わかんないけど、こっちのまつげパパッとパパッと上げていきたいところ。ちょっとこんなところにね時間をかけちゃいけないのよ。危ない、今ね危険ワードを言おうとしちゃった。危険ワードっていうか、まだ公開されてないことを言おうとしてしまった。危ない危ない危ない。